ラジオダンブラーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンブラーです。はい、今週の日曜ラジオですね、やっていきたいと思います。はい、本日が9月の10日の日曜日になります。はい、ラジオの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ今週ぐらいからですね、日によってなんかまあ朝とかぐらいですけどね、すごいなんか寒い日とかね、あったりして、なんでしょうね。まあでもなんか、全体的にはね、蒸し暑い日がまだまだ続いておりますけど、まあ、気候が安定しなくてね、こう、結構、体がついていかないみたいなね、感じがありますよね。なんか過ごしやすい季節がね、全然なくなってしまったようなイメージがあって、まあ秋と、まあ春は、比較的過ごしやすいのかなというふうに思いますけど、むっちゃ暑い日と、まあ、むっちゃ寒い日しかないみたいなね。一体どうなってんだというふうに思いますよ。はい。まあそんなですね。まあ日によって、なんか日っていうかまあ、時間帯によってはですかね。まあまあ涼しいというかまあ寒い時期も、こう、局所的には、あったりしてみたいな感じのね、時期になってきましたけど、まあ全体的にはまだまだ暑い日が続きますと。はい、いうことで。今週ですけども、うん、まあ、そうですね。今週、まあ、ゲームのこう、最近の、ゲーム事情の話をね、まあ、今週もしようかなというふうに思いますが、今週はですね、新作の戦国ダイナステですね。この作品が新しいアップデがありましたんで、まあ戦国ダイナステ結構、やることが増えました。まあ、なんていうか、まあクラフトリーなんでね、本当にこう、やり込みは、ものすごく、奥が深いゲームですんで、まあ自分のこう、ライブ配信なんかもね、コメントを、たまにいただける方なんかもいるんですけども、まあさすが、このアーリーアクセスの初期段階から、こうやってる方ってのは相当こうモチベーションが高い、やり込み勢の方が多くてですね。まあ自分以上に、まあ戦国ダイナスでね、だいぶこうやり込んでやってるみたいな方なんかにも結構、コメントいただけますので、まあ、なるほどなというふうに思いながら、やってるんですけども、まあ結構こうやり込みでやることは多そうなんで、まあその辺をまあどこまでね、自分の場合、まあ、和風ゲーム、限定してるとはいえ、まあ、いろんなゲームを同時並行的にやってますんでね、まあ、どこまでやるかっていうのはちょっとこう、時間の都合次第ということではあるんですけども、まあ、有名なゲームとかマイクラとかでもそうかもしれませんけどね、まあ、クラフトゲーなんで、こう、やること自体はね、建設いっぱいやってれば、無限に近いぐらいやることはありますんでね、まあ、今後、まあ、その辺はね、アップデの間の空きの時間に、まあ、どこまでこう、本腰入れてやっていくかっていうのをね、まあ、他のゲームの、とのバランスを考慮しながら、まあ、どこまでやっていくかなっていうのをこう考えていきたいなというふうには思いますが、まあ、やること自体はね、まあ、やり込みでいろんな、建設やっていくっていうことであればね、いっぱいありますんでね、まあ、時間空いたらその辺はやっていこうかなというふうに思っております。で、その他のですね、まあ既存のゲームについては、そうですね。まあシビライゼーション6はですね、ちょうどここ1、2週間ぐらいは、予想外の、公式のアップデートがありましたので、まあその辺のちょっと公式アップデートの内容をいろいろとこうプレイで検証したりっていうので、まあ時間をそこに集中しておりました。なんで、既存のプレイとか全然進んでないんですけども、まあ、それはちょっとこういうタイミングだったんでね、そこはしょうがないかなというふうに思っております。まあ、まあ、その辺もね、多少落ち着いてきましたんで、まあ、また、既存のプレイなんかはいろいろと他のゲームと、まあ、並行しながらね、やっていこうかなというふうに思っておりますけども、まあ、多少落ち着いてきたという感じですね。で、その他のゲームだと、まあ、まあ、仮ゲーで、モンハンのサンブレイクと、ワイルドハーツですけども、まあ、特にね、最近はワイルドハーツだいぶ、なんていうか、
アプデはね、更新のアプデはなくなっちゃったんですけど、まあその分、まあ覚悟を決めてというかね、まあなんていうか、最終地点をね、見定めて、やり込みやっていける形になりましたんで、その辺は、まあ、むしろ自分の場合はね、これまで、モンハンよりも攻略遅れてたぐらいだったんで、結構こう、最近は本腰入れて、ワイルドハーツをやっております。で、ワイルドハーツなんかね、特に今週のライブ配信で、自分は初めて、マルチのプレイをですね、しかも、視聴者の方とマルチをやるっていうのは本当に、YouTube の配信、5年以上ぐらいはやってると思うんですけど、7年ぐらいやってるのが、もうね、まあ、初めてということで、まあ、貴重な経験をさせていただきました。まあ、これまで自分は、シングルのゲームがメインでしたし、まあ、特に、和風とか、まあ、日本関連のゲームみたいなことでテーマを区切った以降はより一層ですね、ストラテジーゲームとかシミュレーションゲームみたいなものが主流なので、そもそもソロプレイのゲーム多いですしね、そういうゲームは、ね。まあ、全く、そういう機会もなかったんですけど、まあ、初めてそういう機会も、ありまして、まあ、どうしても、シミュレーション、ストラテジーゲームみたいなものはね、そんなにこう数多く発売していくわけではないので、まあ、今後も、和風ゲームみたいな題材でやらせていただくっていうことになると、まあ、一定の頻度で、アクションゲーム入ってくるかなというふうに思います。なので、まあ、あんまりこう、なんていうかな、こう、モンハンとか特にそうですけどね、視聴者参加型みたいな形で、メールってライブ配信やる方がだいぶ多いんですけど、まあ、そこまでちょっと、なんていうかな、こう、本腰入れてっていうようなことでもないですけど、まあ、機会あればね、そういうことも、まあ、正確なんでね、やっていければいいかなというふうに思います。たまたま、まあ、今の時期は、モンハンの最新作の方も、まあ、それから、ワイルドハーツとね、仮ゲーみたいな、こう、マルチのアクションゲームっていうのをこうやってる時期ですんで、まあ、せっかくなんでね、まあ、そういう機会があればやっていきたいなというふうに思っております。で、さっきの話ともちょっとこう、関連するんですけども、ワイルドハーツと、あと、戦国ダイナスっていうのこの2作品については、まあ、不定期でね、まあ、ちょいちょいこうライブ配信やってるんですけども、まあなんていうかな、こう、だいぶ、こう、やり込み勢がですね、多くてね、まあいろいろと、なんていうかな、ライブ配信で、適当に自分がプレイしてるというだけではなくて、かなりこう、やり込んでる方が、コメントいただいてることが多いんで、まあすごくこう、自分としても、そう、情報的にね、参考になるということで、いう形でも役に立っておりまして。まあ、その辺はやっぱりこう、ゲームによってね、まあ、結構こう視聴者の傾向とかっていうのは変わってくるのかなというふうに、思いました。モンハンとかまあ、そういうのはまあ、そうでもないんですけど、やっぱり、ワイルドハーツとかね、まあ、あと、戦国ダイナスティとか、ああいうようなゲームっていうのは、やっぱりこう、やってるプレイヤー層が、かなりこう、マニアックな方が多いんだろうというふうに思いますんでね。まあ、わざわざこう自分のチャンネルまでこうコメントをいただけるような方っていうのは、結構こう、マニアックな方が多いのかなというふうに思いまして。まあ、なんていうか、自分としてもこう大変なんか、単にプレイしてるっていうだけじゃなくて、ね、情報としてもまあ参考になるんで、ありがたいなというふうに思っております。はい。まあ、ということで、ライブ配信についてはね、YouTube のライブ配信は、特に、ワイルドハーツと、それから、戦国ダイナスティについては、まあ、かなりね、そういう意味でも助かってますんで、まあ、今後も、定期的にライブ配信をね、やっていこうかなというふうに思っているところなんですけども、まあ、それ以外のゲームについてはね、まあ、もともとまあ、シビシックさんがまあ、たまに雑談するぐらいしか、もう、YouTube のライブ配信っていうかね、投稿としては触れてないんでね。もともとまあそんなでもなかったですけど、あんまりね、まあそれ以外は、ちょっとこう YouTube のライブ配信でね、やるゲームが、
枯渇してきておりまして、まあなんか最近どうしようかなということで、ちょっと悩み中みたいなね、感じになってきました。はい。まあ、ワイルドハーツと戦国ダイナンスでやってるだけでも回らんこともないんですけど、まあ、でも少なくともやっぱ戦国ダイナンスではね、クラフト系なんで、まあ何かこう、アップデートとか動きがあった時はいいですけど、ないとね、単に、作業やってるだけみたいな形になるので、まあ、それ別に、プライベートでゲームプレイするのは別にいいですけど、ライブ配信でね、やる必要性も特にないかと思いますしね。まあ、ちょっとなんか最近はライブ配信で、やるゲームがね、枯渇してるんで、何か新しいゲームをちょっとどっかから探してこようかなというふうに思っております。まあ、相変わらず、本当に新作でね、大きな、和風ゲームみたいなものは、今年2023年はもう発売しないと思いますんで、まあそういうところでこう探すとないんですけど、まあなんか昔の作品とか、ちょっとしたインディーゲームとかね、そういうのもまあ、ひっくるめて、なんか、この YouTube のね、ライブ配信用として何かやるゲームを、まあ、探してこようかなというふうに思っております。はい。まあということで、もしかしたらね、ちょっとこう、YouTube 的に配信でやるゲームが少し、増えるかもしれませんので、まあ、なんかね、興味あるようなものが上がっていたらね、まあ、チェックしていただければ幸いかなというふうに思います。はい。というわけで、今週のラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また機会ありましたらどっかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。